はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、現在こちらですね、ファントンパレードさんのこちら、なんだ、新、まあ、ツイッターツイートの15時に多分、ツイートされたんですけど、特設サイト更新ということで、特設サイトに、アクセスすると、近日登場するゲトウスグルの特別な演出がということで、ちょっとこれ入ってみたいと思います。特設サイトこちらということで、これまだ僕見てません、まだ見てない状態だから、いきますよ。特別なやつどれだろう。どこ、音やめてね。あ、これっぽくね。私たちは最強なんだ。これちょっと曲多分大丈夫ね、流れてないよね。おー、5月31日当時、かっこいい。ちょっと待って、もう一回やっていい、もう一回やっていい、もう一回見たい、もう一回見るってないのかな。私たちは最強なんだ。あ、いい、かっこいい。そしてゲトウスグル5月31日登場、かっけー。ちょっとこれはぜひちょっと皆さん、これ音声多分ね、出そうと思えば多分出せるよね。でも僕は出しちゃいけないから、ちょっと今回は黙っておきます。で、あとさ、そういえばさ、これせっかく特設サイトに来たので、ちょっとあの、なんだろう、動画にするのはちょっとまででもないって言ったらなんだけど、まだ全然確信もないし、あとね、根拠がないんですよ。根拠がないからちょっと動画にできないなって思ってるちょっと話があるので、ちょっと話していいですか。はい、こちらは完全にあの僕のあのあまり根拠のないものなので、ちょっとあのまあさらっと聞いといていただきたいんですけど、その伏黒当時がもしかしたらこの6月1日と6月2日のどっちかで、なんか公式生放送で発表されないのかなって実は思ってるんですよ。まあでも、ゲトウスグルの次の日だから、6月2日とかがな、もし、なんかゲトウスグル31日と1日で、まあある程度集金できて、で、6月2日にみたいな発表もなくはないかなって思ってて、その理由としては、リアルイベント、はい、ファントンパレードが2日間にわたって開催決定ということで、こちらなんですけど、まあいろいろちょっと気になるところがありまして、呪術廻戦ファントムパレードのリリース半年を記念し、まあこれ6月1日から6月2日の2日間で秋葉原にて、参加型イベントを開催いたしますということで、かなりこれはね、大々的に実は報じてるんですよ。あの運営さんもツイッターでもうリアルイベントのためにというか、ツイートの率がすごいので、多分かなりこれは力を入れているという形になりまして、で会場もまあそれはもちろんモンストとかと比べたらさ、ちょっとモンストとかとは比べちゃいけないんだけど、会場に関してもですね、こちら、秋葉原、UDX2 階、秋葉原 UDX 秋葉原、スクエアというものを調べたんですよ。そこどんなところなのかなと思って調べたら、収容人数1000人っていう、結構多くない？収容人数1000人は、だからかなり大きめの、まあ、場所になるんですよ。で、そこで、なんかもしかしたら2日間、しかも10時から20時30分だからね。だから、で、リアルイベントでしょ？となると、なんかモンストもそうじゃないですか。リアルイベントの時に、一緒に生放送して、キャラクター公開でわーってなったじゃん。この前も。てか、毎回なんだけど、それの場合はね。だそんな感じで、もしかしたら、リアルイベント、やっぱり半年に1回ということで、そこで、発表っていうのもあるんじゃないのかなと、規模的にね。でもね、ちょっと一つ、まあ、根拠じゃないけど、証拠がないというところね、このイベントの見どころのところにですね、まあ、スタンプラリー、イベントに関連したいくつかのミッションをコンプリートしていただくと、本リアルイベント、オリジナルノベルティをプレゼントとか、フォトエリアとか、はい、展示エリア、物販エリアってあるんですけど、それ以外何も書いてないんだよね。だ会場イメージこんな感じ？こんな感じなので、これ多分中だと思うんだけど、まあ、あくまでイメージなんだけど、やっぱりイベントを行いますとか何にも書いてないのよ。だから普通だったら5月21日のね、予約までにもっと人集めたいと思うから、そこでイベントも開催しますみたいな、そういうことを事前に言うと思うんだよね。じゃないともっと人来ないから、多分もしそのイベントやるんだったら、もしかしたら中村さん来るのかなとか、小安さんとか来るのかなみたいな感じで来るかもしれないじゃん。でもそれをしないってことは、本当に多分この、なんだろうな、その1000人収容って言っても、なんだろう、その、ニコニコ超会議みたいな感じとか、まあその、なんだっけ、ゲームフェスというか、うん。それみたいな感じで、なんか展示で広いところを使うみたいな感じなのかな。
収容1000人だけど、人数はそんな1000人、まあ一応立ち見でなんかマックス収容が1000人だからね。で、あのまあそのそれをまあぐるぐる見て回るみたいな感じ、こういう感じでね、なのかもしれないんで、まあ可能性は低いかなと思ってるので、まあ、一応ちょっとこのあのなんか動画のどっかで挟もうと思ってました。これ思ってたこと、はい、ちょっとねよかったらあのまずぜひそのリアルイベント行った方とかね、感想とかちょっと教えていただけたらありがたいなと思います。あのトラグさん行かないんですかって、あの僕実はですね、ちょっと6月、2日は行けるかもしれないんだけど、ちょっと1日がお仕事入ってしまいまして、はい、なのであの予約すらちょっとできずに、結局2日行ってもいいんだけど、なんかリアルイベント本当にこのなんかそういうね、さっき言ったイベントがあるんだったら行こうかなと思ってんだけど、多分展示とか物販とかが多いから、まあ物販に関してはオンラインで買えるかもしれないかなっていうので、はい、ちょっと一旦今回はステイとさせていただきました。はい、ということで、まあ皆さんぜひ行かれる方は楽しんできてください。よし、ということで、ファンパレ、側っていうかね、ファンパレに戻ってきたんですけど、あのですね、こちら、ファンパレガシャ、これあるんだけど、これでまだ僕ゲットしてないキャラクター多々いるんですよ。多々っていうかもう2体なんだけどトゲくんと、あと東堂、これ僕、東堂をかんってか東堂、まあもちろんね、新しい東堂いますよ、新しい東堂いるんだけど、もう東堂好きとしてはこちらの東堂、そしてね、トゲくんがどうやらね、めっちゃんこやっぱりガチキャラとして強いらしいんですよ、このトゲくん。だからこのトゲくんもちょっとゲットして、まあ要はコウのあの最強キャラたちが、まあノバラちゃんいるんだけど、そのトゲくんも本当にね、これデバッカーとしてすごい強いらしくて、だちょっとこのトゲくんも完凍させたいということで、ちょっとファンパレガシャ引いていきたいなと思います。はいこれあるんでも全部使っちゃおうか。はい、ということでじゃあ行きます。まだファンパレチケットいっぱいあるんでね。では行きますよ。配布でもらったファンパレチケットを全てやって、東堂とトゲくん、こちらを狙っていきたいと思います。あ、特に欲しいの、いやでもどっちも欲しいな、いったらいいじゃない、あ、こっちいいじゃない。まあでもマキさんが一番欲しかったんだけど、常習生でマキさん来たからね。残死か、残死で言うともうほとんど多分もういるやつあるんだよな。さあ何残暑、おお互いを信じて、確かもう五突なんだよな。いやー強い残死ですよこれはぜひ皆さん、あの持ってたら、まあ突はまずさせてほしいし、使っていきましょう。はい、まあ磁力がまず初期磁力プラス10っていう時点でまず強いんだけど、そっから全体に30、まあ3突までいくと 35% ダメージカットすることができるので、相当強い斬新になっております。まあファンパレの中でも本当になんか5本の指ワンチャンしてんのはないかな、規格外、まあ今体術が体術環境じゃない分、ちょっとまあでも僕の中では規格外同期練し、まあ紹介一新はあれだよね、間違いない紹介一新、あとなんだろうな、もっと強くな、まあ、最近で言うとコーラだけど、まあ教授、あでも教授もだいぶ落ち着いたもんね。ああでもここら辺かもしれん、僕の中ではね、この、規格外同期練し紹介一新、互いを信じていつかの願いまあこの辺り、あとこれだよね、まあ、でもこれはファンパレガシャから出てこないから、これはちょっとまた別としよう。はい、というわけでまだあるぞ、まだあれば大丈夫、引きとしては悪くないけどSSR キャラクターが来てほしいところでござる。国戦いいんだぞ、国戦のー、ケイテ君だけはどうでしょうかね、ちょっとよくわかりません、お願いします、来てください、猪木トゲはもしくは登場、来てください、ダメです、マジかよ、いやもうじゃあもう単発で引いてくわ、もう最後まで全部引き続ける、全部いやーくそ、もう全部もう引き続けます、行くぞー、くそ、いやしかし大丈夫、まだ来る、まだ来い、まだいける、やっくー、黒線が発動すれば、黒線を発動するのです、イタドリくん違うわ、あーウェーイ、マジでーよっしゃ、なんだこれ、もういいや、もういい、なんだこの神引き、なんだ、よっとやった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 、よっしゃ、あの頃のように
何これ何これ、ちょっと待ってやりました。これまあグレードいいや、あとであのもうちゃんとトード使う時になったらちゃんと使うんで、そう今までこれしか使ってあげれてなかったんだよ。でこれからはもっとちゃんとあの使ってあげるからね。やった。まあでもこれはちょっと正直情報修正来ないとまだ使えないんだけど、うん、まあでもこれなかなか強いんだよ。敵にいずれかを戦闘風に収納にした場合自身対峙 15% アップだから3ターンだからだからボス前に1ターンずつ敵を倒せば体重 30% の状態で、まあボスに挑めるっていうのもあるから、アタッカーとしてもね、あとはやっぱり一応一つ後ろの味方に体重 20% だから幻いたどり君と組めばなかなか面白い感じになるんじゃない、幻同士だからと思って、ちょっと期待しております。東堂も情報修正くれば絶対強くなると思っております。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様んさー。いや、ゲットを早く引きたいな、マジで。早く引かしてくれ、ガシャを引かしてくれ、金を使わせてくれ。バイバイ。